いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2017年モデルポルシェ991カレラマニュアルモデルをご紹介させていただきます。まず外装面の状態からですが、外装面特に目立った傷はございません。走行距離約1000キロと非常に低走行ですし、良好なコンディションを保っております。外装色はホワイト、インテリアはブラックレザーの人気の高い組み合わせとなっております。こちらの991カレラは2016年のマイナーチェンジが施された後期モデルでございます。新開発3リッターツインターボエンジンが搭載されており、より俊敏な加速をお楽しみいただけます。また市場でも大変希少なマニュアルモデルでございますので、よりダイレクトなエンジンフィールをお楽しみいただける1台です。ヘッドライトはオプションで LED ヘッドライトが採用されておりますので、デザイン性視認性ともに優れております。アルミホイールはマットブラックペイントが施された純正19インチのアルミホイールが装備されております。リアのテールライトに関しましては、新デザインの LED テールライトが採用されており、マフラーは2本出しのマフラーが装備されております。また後期モデルになりますと、リアウィングのデザインも変更されております。エンジンスペックに関しましては、3リッター水平対向6気筒ツインターボエンジンが搭載され、最高出力は370馬力を誇ります。続きましてインテリアご紹介させていただきます。シートはオプションでエレクトリックコントロールスポーツシートが採用されております。運転席助手席ともに目立った使用感はなく、綺麗な状態を保っております。ではエンジン始動していきます。ステアリングは新デザインの3本スポークのレザーステアリングが採用されております。またオートエアコンも完備されており、シートヒーターも装備されておりますので、1年中快適なドライブをお楽しみいただけます。シフトは7速のマニュアルシフトが採用されております。ギアの入りも非常にスムーズですので、どなたでも楽しんでいただける1台です。走行モードに関しましてはスポーツモードが搭載されており、 PSM は標準装備されておりますので、よりスポーティーな乗り心地を実現しております。また気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂いといたしませんので、ご安心いただければと思います。では今回は2017年モデルポルシェ991カレラをご紹介させていただきました。走行距離わずか1000キロと非常に低走行ですし、内外装も良好なコンディションを保っております。また新車保証も平成31年の9月まで残っておりますので、まだまだ安心してお乗りいただける1台です。新開発の3リッターツインターボエンジンに加え、トランスミッションには7速のマニュアルシフトが採用されておりますので、より一層ドライブをお楽しみいただける1台です。またシートヒーターをはじめ快適装備も非常に充実しております。市場でも大変希少なマニュアルモデルでございますので、お探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。